今日東峰村小石原の辰巳窯で行われたインターンシップツアーには大学生など4人が参加しました。参加者は小石原焼を作るために必要な土を山から採取したほか、その土を使って焼き物作りを体験しました。まあ、日本の伝統工芸がちょっとね下火になっているような話もちらほら聞きますし、まあ、若い担い手の方が、まあ、一人でも二人でも育ってくれればいいなと思って。このインターンシップツアーは伝統工芸品の後継者確保のため福岡県が2021年度から行っているものです。これまでに小石原焼で実施されたツアーでは3人が窯元に就職し東峰村に移住したということです。参加者は明日までの2日間産地での生活や伝統工芸品の製作を体験します。